聖火。聖火、聖火、聖火文字。1038年から1227年は、単宮との主張リモトゾラが、現在の中国西北部、関粛省、寧夏海賊自治区に建国した王朝。国号は夏だが、中国最古の王朝夏などと区別するため、通例、西の字を付して呼ぶ。首都は京京、現在の銀河。は。 モンゴル帝国のチンギスカーによって滅ぼされた。成果の起源は当初にまで遡ることができる。この時期、共族の中で、タングート族がその勢力を拡大していった。その中、は、塔に降り、理性を滑死され、族人を引き連れて、慶州、現在の姉化海賊自治区内に移住し平成校に封じられた。 当末に発生した構想の乱ではその子孫であるが、反乱平定に大きな功績を残し、それ以降、夏国交、定南軍節都市として、当地の有力な反鎮勢力としての地位を確立した。総発、長教員は、反鎮の軍事権の弱体化政策を推進したが、これが夏国交の不満を引き起こした。当初は総長に教順であった。 平成校であるが、次第に対立の溝を深め、1032年に李ノ明の子である李元空が夏国交の地位を継承すると、次第に僧の支配から離脱する行動を取るようになった。李元空は当庁から可視された理性を捨て、自ら改名史を名乗り、即位翌年以降は、僧の年号である明道を、父の意味名を避けるために、剣道と改言し、 聖火独自の年号の使用を開始している。その後数年のうちに宮殿を建設し、文部藩制度を確立、平成を整備するとともに、チベットビルマゴ派のタングート語を表記するための独自の文字である聖火文字を制定した。即位の翌年からは、長年の宿敵である青島のチベット系、勢力1032年から1104年を攻めて決定的な打撃を与え、 さらに1036年には、僧の支配下であった、火星地方西部の宿州、ブリ州、サスに兵を進めて制圧した。また、チベット系をさらに牽制するため、蘭州近郊へ兵を送った。そして1038年10月11日に皇帝を、少子、国語大家として、名実ともに建国するに至った。聖火は建国後、領と同盟し、 宋に対抗する政策を採用し、しばしば宋内に兵を進めている。この軍事対立は1044年の和議成立、喜び歴の和役まで続いた。宋との和議では宋が聖果の地位を承認するとともに、聖果が宋に侵入する代償として莫大な再兵を獲得した。しかし、同年に聖果と寮の間で武力衝突が発生すると、聖果は宋、寮と、 対等な地位を獲得するに至った。ただ、僧との和議成立後も、たびたび局地的な戦闘が続き、僧は、聖火との国境に軍隊を常駐させていた。リモトゾラの死後、2歳にも満たない息子のリリオ祖が即位し、その母である、没造師による殺傷が行われた。この時期、寮による、聖火攻撃が行われ、聖火は敗北、寮に侵入する立場となった。 1063年、トバンのウゾウ・ハナアシャが聖果に帰属した。皇帝であるリヘ常ツネの母である、両氏は、この時期僧に対する軍事行動に出るが失敗。国政は、リヘ常ツネの元に帰属するようになった。しかし、リヘ常ツネの死後に三歳の息子である、リケンジュンが即位すると、両氏は再び折衝を開始、僧や両に対する軍事行動を起こしている。 李冠順の申請が開始された後は、領や総との和平政策へ転換し、軍事行動は年々減少、成果の社会経済は発展していくこととなった。1115年、金が成立すると、領に対し進行を開始した。1123年、領天祖帝は、敗戦により、成果に亡命、同時に、金の使者も来朝し、李冠順に対し領御門の引き渡しを求めた。 李健順は、領の復興は困難と判断資金の要求を受諾。これにより成果は金に服属することとなった。そして金により、北総が滅ぼされると、成果は機械に常時広大な領土を獲得することとなった。李貫順の死後は、息子の李仁公が即位した。この時期成果国内では、地震と深刻な飢饉が発生し民心が乱れ、各地で、 農民放棄が発生した。これに対し李仁公は国内に隠し改革を行い、社会経済の発展と社会の安定に努めた。李仁公の死後は息子の李順優が即位したが、この時期になると政治腐敗が進み、国政は長落の一途をたどっていた。その状況下の1206年、親族の李安全が定位を散脱し、李順優を殺害。 それまで金に依存した外交政策を見直し、当時強大な勢力を誇ったモンゴル族に依存する政策を採用した。リアンゼンは金に対し14年に及ぶ軍事行動を発動した。この軍事行動は金のみならず、成果の国力を疲弊させるものであり、また基金などで貧困が続いていた民衆の離反を招き、また政治腐敗のみならず、皇帝自らが 主食に溺れ調整を帰り見ない状況で、国内は一層不安定なものとなっていた。また、モンゴルに移居した外交政策も、聖火の安全を保障するものでなく、1205年には、モンゴルは聖火侵攻を開始、1209年までに3時にわたる聖火出兵で、すでに国力は限界に達した。1211年、聖火で旧帝クーデターが発生。 が定位を散脱した。しかし中高に影響を与えるものでなく、聖火の国力は下降戦の一途をたどった。1216年、聖火は、チンギスカンの出兵要請を拒否する。その行為は、モンゴル側の怒りを招き、1217年に第四次、聖火遠征が行われるに至った。1223年は、自らが、亡国の君主になることを避けるため、 大使の利サカ官に上位した。聖火は、リアンゼントの知性化で、滅亡寸前の国力となっており、利サカ官の登場で復興できる状態ではなかった。利サカ官はモンゴルに対抗するため、チンギスが生成した機械を狙って、モンゴルを攻撃しようとしたが、事前に情報が、モンゴル側に漏れ、1224年に、モンゴル軍により、トギ銀川が包囲されると、モンゴル軍に投降。 人質を送ることで滅亡することはわずかに免れることができた。1226年、李徳佐官が病死し、老いのが皇帝に推挙されたが、翌年に李はモンゴルに投降し、間もなく李は聖火の君民と共にモンゴルの大使、オゴデー、体操によって殺害され、ついに聖火は滅亡した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。